私はパニコ、27歳。学童保育勤務で、現在マンションにて一人暮らしをしています。そんな私には近所に住むパニーという既婚者の兄がいて、なんと先日赤ちゃんが生まれたって LINE が届いたの。思わずすぐパニーに電話しちゃった。もしもし、出産おめでとう。リリさん頑張ったね。名前はもう決めたの？リリというのはパニーの奥さん、つまり私の義姉のことです。ハルキって言うんだ。感染者数が落ち着いたらハルキに会いに来てよ。実はこの頃感染症が大流行していて、ハルキくんに会いに行きたくても行けなかったのよね。だけど半年くらい経ってようやく世間の感染者数も減ってきて、そろそろ会いに行こうかと思っていた。そんな頃事件が起こったんです。日曜の朝、私は家でのんびりしていました。そろそろ朝食でも作って食べようかななんて思っていたら、突然リリから電話がかかってきたの。リリとは結婚の挨拶の時に LINE を交換して以来、一度も連絡を取り合っていません。そんなリリが日曜のこんな時間に電話してくるなんて何事だろうと思いつつ電話に出たんですが、もしもしパニコさん、今日学童保育お休みで家にいる気よね。急で申し訳ないんだけど、うちの子預かって。パニーも今出張中でさ、私これから用事があって。え？ハルキくんって確か生後半年よね。赤ちゃんを預かるってこと？あ、じゃあ、私には無理ですよ。おむつだって取り替えたことないし、ミルクのあげ方だって知らなくて。でも、うちの実家もパニーの実家も遠いし、預かってもらわないと困るんだけどな。というか、実はもう今、パニコさんのマンションの前にいて。は？パニーに事情を話して、パニコさんの家の住所聞いたの。パニーも、パニコならハルキを任せても安心だって。おむつとか哺乳瓶とかと一緒に、ベビーカーごとうちの子を置いておくから、お願いね。じゃあ。そこで電話を切られてしまったんです。何この人、なんて無責任な母親なの。片手で数えるほどしか会ったことがないリリが、まさかこんな人だったとは。とにかく赤ちゃんが外に放置されたままだなんて絶対にやばい。私は急いでマンションの玄関に向かいました。すると本当にハルキくんが放置されてる。どうしよう、赤ちゃんなんて私抱いたこともろくにないのに。一人あたふたしていた時でした。職場の先輩から今日ランチ行かないと連絡をもらったの。そうだ、この先輩には小学1年生と4年生のお子さんがいる。私は先輩に事情を説明。助けてほしいと言うと心よく承諾してうちに来てくれて、もう本当に助かりました。で、リリがうちまでハルキ君を引き取りに来たのは先輩が帰ってから3時間後、20時頃のことでした。ごめんねパニコさん、急に子供を押し付けちゃって。それより何か変だなとか思わなかった？変？全部変ですよ。生まれて間もないハルキくんを外に放置するなんて。はあ、それならオッケー。は？私がそう言うと、なぜかパッと表情を明るくしたリリ。もう二度としないから、パニーもごめんって謝ってたよ。そう言って帰っていきました。たく、なんなのあれ。ところがこの翌週のまたもや日曜日のこと、朝マンションの隣にあるコンビニにスムージーを買いに行った帰り、スマホにリリからの LINE。 嫌な予感、そう思って見てみると、そこにはなんと、今日も用事ができたから預かって、パニーは出張中ですと書いてあり、うちの玄関の前に置かれたハルキくんが乗ったベビーカーを写した写真まで送られてきたの。この人、この間もうしないって言ったのに。私が慌てて隣のマンションに帰ろうと思ったその時です。突然コンビニの前で見たことがある人と出会ったの。この人はスバルさん、パニーの職場の部長さん、つまり兄の上司です。で、私の中学の同級生であるランコの旦那さんでもあるんです。ランコは社長令嬢で、スバルさんとパニーはランコのお父さんの会社で働いてるんです。数年前の同窓会の時、ランコを迎えに来たスバルさんに、兄がお世話になっていますと挨拶し、少し話し込んだので顔を覚えていました。それにコンビニの駐車場に停まっているあの高級車、同窓会の時もスバルさん、この車でランコを迎えに来たのよね。パニコさんじゃないですか、ご無沙汰しております。ああ、どうもご無沙汰しております。えて、こうしちゃいられない、ハルキくんが外に放置されてるんだった、急いで帰らなくちゃ。そういえばランコも最近子供が生まれたって言ってたな。先週に引き続き
職場の先輩に春樹くんの世話を手伝わせるのは迷惑かけすぎだし、一か八か。突然ですが、今日ってランコ家にいますか？あ、実は急遽生後半年の兄の赤ちゃんの面倒を見ることになって、でも私赤ちゃんを育てたことなくて一人で見てるのは不安で。なるほど、それでランコに一緒にいてほしいということですね。ちょっと待ってください、電話で聞いてみましょう。そしてスバルさんは私の目の前でランコに電話をかけてくれたんですが、というわけでパニコさんが困ってて、そうだよな、君は今出先だもんな。わかった、伝えておく。出先、ランコは頼れないか。とりあえず後で車で迎えに行くからさ。ああ、君がこっちに来るのはいろいろ大変だろ。近くのカフェに入ってて。あ、じゃね。ということでパニコさん、ランコはダメみたいです。申し訳ありません。そうして私はスバルさんと別れて、猛ダッシュで帰宅。ひとまず先週のように春樹くんを家に入れてあげたんですけど、これは出張中だろうがなんだろうがパニーに文句を言おう。てかリリがうちの玄関の前に春樹くんを放置してることをパニーは知ってるのかしら。さすがにこれはまずいでしょう。てかね、パニーもパニーよ、妹だからって生後半年の子供を一度ならず二度までも預けるなんてさ。そう思って私はパニーに抗議の電話をかけたんです。もしもしパニコ、どうした？ねえ、お兄ちゃんの息子、毎週預けるのは勘弁してよ。は？何言ってんの？困るんだってば、リリさん、ハルキ君を玄関に放置して、無理やり私に。は？いや、俺には娘しかいないけど。え？だって、ハルキ君はパニーの息子で。ハルキは女の子だよ。そして、まさに俺は今、ハルキを抱いて家にいるところだが。は？あ、てか、あれ？俺、ハルキは女の子だって言わなかったか？言ってないよ。私、名前だけでてっきり男の子かと思い込んじゃった。リリー、今日も職探しに行ってくるって出かけたんだが、子供が生まれたからこの家は手狭で、家建てたいって俺が言って、じゃあ私も仕事探しするねって。だから、週末リリーが職探しに出かけてるとき、俺がハルキを見てるんだよ。あー、だけど、先週の日曜日は突然あいつ、パニコと親交を深めたい、会いに行くって言って。なるほど。そうやってうちの住所をパニーから聞き出したのか。つうか、この赤ちゃんは一体誰なの？とりあえずリリを問い詰めて、その子がどこの子なのか聞き出した方がいいな。あいつ、裏で変なことやってないといいけど、悪い想像がいろいろと浮かんで、心配になってきた。パニー、とりあえず落ち着こう。あれ？その時、私はベビーカーの中のものを取り出しながら電話をかけていたんですけど、ふと、替えのよだれかけを手に取った時、嫌な予感を抱いたの。パニー、リリさんを問い詰めるより先に、調べておくべきことがあるかも。あ？そうして私は、ある人物に連絡をしたわけなんですが、私の予感は、見事的中！さらに連絡したその人物が見つけたというあるものを見せてもらい、私はもう頭に血が上りまくってしまったのよ。最低すぎるわこの人。この時に判明した衝撃事実を私はすぐにパニーに報告。そしてすぐさま行動に出たのでした。行動というのはもちろん、世にはびこる頭がおかしいモラル崩壊人間を懲らしめるための行動です。そして見事、私たちは叱るべき制裁を下すことに成功したのでした。さて、その日の20時前、私とパニーは、うちの隣のコンビニの駐車場の物陰に潜んでいました。すると、やってきましたよ。あの高級車、スバルの車がね。俺、ここで待ってるからよろしくね。え？待っててね、ダーリン。と、リリーがスバルの車から降りてきたところで、私とパニーは物陰から飛び出したんです。何やってるんですか、お二人さん。け、なんで二人がここに。それはこっちのセリフです。それに、なぜスバルさんの車からリリさんが出てきたんですか。今日は二人で何をされていたんですか。一体どういうことですか。とんでもなく焦った顔をした二人。一体私たちが自分たちの悪事のどこまで知っているのかわからないもんだから、相当怖かったんでしょうね。全部知ってるんだっての。以前ランコが自分の子供の画像を私に送ってくれたことがありましてね、その時に写っていたよだれかけと全く同じものが
リリさんが放置していたベビーカーに入っていたんです。それ、ランコの母親が手作りしたものだって言ってたし、もしやと思って、ランコに預かった赤ちゃんの写真を撮って送ったら、うちの息子だって言うじゃないですか。げえ、ランコはもうこのこと知ってるのか？当然。それにさっきランコが、二人の不倫の証拠の動画を送ってきてくれました。なんだと？スバルさんの部屋を調べたところ、パソコンにホテルで撮影されたあなた方の動画データが保存されていたそうです。ランコは最近おばあさんの体の具合が悪くて、夜遅くまで家事を手伝いに行っているそうですね。その間スバルさんが子供の面倒を見るはずだった。まさか不倫して子供の世話を他人の私に押し付けてるとか、信じらんない。あと、この間私がここでスバルさんと会った時、スバルさんが電話していた相手は、ランコじゃなくてリリさんよね。君がこっちに来たらいろいろ大変って言ってたけど、あれ、リリさんがこの駐車場に戻ってきて私と遭遇したら、面倒なことになるからってことですよね。それは、図星ね。が、スバルが血の気の引いた真っ白な顔をしていた一方、別によくない？は？いずれパニコさんに預けてた赤ん坊が、ハルキじゃないってバレるのは分かってたわよ。性別違うし。けどバレる前に、私とスバルも離婚するって計画だったの。慰謝料払うのっとしいから。だけど、まあスバルは部長で収入あるし、慰謝料くらいちゃっちゃと払って、二人で一緒に幸せな生活を送りましょう。ね、スバル。この人舐めすぎ。そして最高に頭が悪い。お前、何言ってるんだ？俺が部長をやれてるのは、ランコのおかげなんだよ。うちの会社はランコの父親の会社だ。お前それ知ってるだろう。これがどういうことだか、お前わかんないのか？は？はぁ？そこでようやくリリが、ランコに不倫がバレて、スバルがランコと離婚した場合、スバルは会社から追放される可能性が高いことを察した様子。リリの顔もまた、真っ青になりました。だから、不倫がバレる前に離婚するって計画してたんだろ？言っておくが、当然二人には慰謝料を払ってもらうし、リリには養育費も請求するからな。ハルキは俺が育てるし、もちろんリリとは離婚だ。そんな、私働いてないんだってば。お金なんて無理よ。俺はこれから職を失うかもしれないんだぞ。慰謝料なんて勘弁し、と、突然スバルが悲鳴を上げて、ガタガタ震え出しました。振り向くと、そこにいたのはおぞましいオーラをメラメラと、いや、ゴーゴーと話しながら近づいてくる、ランコの姿。ランコの母親に事情を話し、ハルキちゃんとランコの息子を預かってもらっているんですけど、預ける際に、ランコの息子ちゃんがぐずっちゃってね。後で来るって言っていたんですが、今ご到着ね。それからブチギレモードのランコが、近所迷惑になるだろうから、二人とも車の中に入れ、と、ドスの効いた声で言いました。あまりに恐ろしい顔をしていたもので、リリもスバルもすっかり怯えて、はい、と、素直に従っていました。で、私とパニーも、ランコのまとっているオーラが恐ろしすぎて、少し離れたところから見ていたんですけど、一体中でランコはお二人に何をしてるのかしら。車の中から、リリとスバルの泣き叫ぶ声が、しばらくずーっと聞こえていました。そういや、ランコ、3歳からレスリングやってて、全中制覇、インターハイ2連覇、大学では女子レスリング部のキャプテンだった。終わったな、あの二人。その後、パニーとリリ、ランコとスバルの離婚が成立。パニーとランコは、リリとスバルに慰謝料を請求し、パニーはリリに、ランコはスバルに、養育費ももらい受けることになったそうです。そう、子供の親権は、無事、それぞれパニーとランコのものになったのよ。リリとスバルは、お互いに罪をなすりつけ合って、あっけなく破局したそうです。そして当然、ランコの父親は、スバルに大激怒。感触にされ、社内で不倫が噂になったことで会社に居づらくなったスバルは、自ら退職していったそうです。感染症の影響で世の中は不景気。雇ってくれる会社が見つからず、とりあえずバイトを始めたそうなんですが、慰謝料と養育費を支払わなくてはいけない上に、逆玉に乗って贅沢していたスバルは、生活水準を下げられず、浪費。多額の借金をこさえ、今では闇金のお世話になり、闇金に紹介された山奥の工場で寝ずに働くことになったそうです。ボロボロになり、老け込んで、以前イケメンと言われていた頃の面影は一切なくなってしまったそうよ。で、リリの方もバイトを始めたんですが、どこで働いても使い物にならず、ことごとくクビ。リリは
今までろくに働いたこともなかったみたいなの。スバルよりもずっと早く闇金に駆け込み、今ではがたいのいい男たちに混じって漁船に乗って働いてるんだそうです。毎日監獄より辛いんだって。精神的にすっかり参って、髪の毛も抜け落ち、顔もシワシワになっちゃったとのこと。まあ二人とも自業自得ですね。さて一方の私はというと、シングルファザーのパニー一人では大変だろうからと、私が一緒にパニーとハルキちゃんと住むことになりました。パニーがリリとスバルから分取った慰謝料で広いマンションに引っ越したの。快適快適。ハルキちゃんのおむつ替えやミルクをあげるのも最初は大変だったけど、すっかり慣れたし、何よりハルキちゃんすっごく可愛いの。日々デレデレしちゃってます。そうそう、こないだパニーとご飯を食べている時に、俺あんなに迷惑かけたパニコに甘えすぎてるんじゃないかって思って、家事だっていつもやってくれて。パニーだって家事手伝ってくれてるじゃん。それに部長に任命されたんでしょ、おめでとう。私に贅沢させてね、期待してるで冗談だけど、いや絶対にパニコにいい思いさせられるよう頑張るから。そう、でもその前に一個約束。パニーは彼女ができたらまず私たち家族に紹介すること。パニーはいつも見る目ないんだから。なんで俺っていつもこうなんだろうな。まあだけどパニーは絶対結果的には幸せになれる人だよ。次こそパニーが幸せになれるよ、私も応援してるし。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。